なんかね、ナイトマーケットみたいなのがあったので、ちょっと寄ってみますね。はい。ここ DDPC ショッピングセンターっていうのがありまして、そこの奥に、ナイトマーケットがあります。はい。ここも2年前に来ました。でもまあその頃よりも多分店は入ってるんじゃないかなと思います。その頃はねできたばっかりで、店はね、半分ぐらいしか埋まってなかったかな。でも今なんか外からパッと見結構埋まってるような感じがしますね。で、ナイトマーケットはね奥の方にあるんですよね。多分行けると思うんだけど、ここから行けないかな。多分行けると思うんですよね。まあとりあえず入っていくから、あ、いけるいけるいけますね。はい、ここナイトマーケットです。どっか置くとこ、あんまり奥置きたくないな。曇ってる、うん、OK、 はい、これがナイトマーケットです。はい、まあちょっとさっきご飯食べちゃったんでお腹いっぱいなんですけど、まあいいでしょう。あの DDPC ショッピングセンターの隣にありますので、もしね興味のある方はいらしてください。生料理もあるね、なんか子供がこっち見てました。何撮ってんだろうみたいな感じじゃないですか。これがジュース屋さんですかね。うん、あんまり変わり映えはしないかな。あ、でもあれだね、ちょっと違うのもあるから、あ、いいかもしれないね。うん、これは何だろう、タイフードかな。うん、食べなきゃよかったかな。うん、ここで食べてもよかったけど、もう知らなかったからね、しょうがないね。うん、もうお腹いっぱいで食べらんです。とりあえず、雰囲気だけね。サトウキビのジュースだけ飲もうかな。サトウキビのジュースを置いてあるところがない。あ、なんかすごいいい匂いする。うん、ないね、サトウキビのジュース。あれ美味しそうだね、あれね。でもお腹いっぱいだ。あ、タイガービールまであるんだね。うん、いいや。どうせだから DDPC ショッピングセンターにも行ってみましょうかね。バイクはそこか、ね、あっち側は、あっちが何なんだろう。
気になったところは行ってみるべし。あ、単なる公園みたいですね。公園。あ、滑り台があります。あ、普通に公園のようですね。はい、公園です。はい、じゃあショッピングセンター行ってみますね。グリーンフィールドクラブ、あ、グループかね。まあ、綺麗にしましょうっていうやつじゃないですか。あ、でもね、ダウェイはね、綺麗だと思いますよ。そういう、そんなにゴミがあるわけでもない。これはここから入れるのかな。これここから入れないのかな。あ、インって書いてあるから入れるよね。はい、ショッピングセンターの中入りました。ここは多分ね、スーパーマーケットの入り口だから出なきゃいけないんだよね、外にね。あとアイスクリーム買おうかな。さっき食べたけど、ああ、お店入ったね。2年前から比べるとね、うん、ベーカリー屋さんちっちゃいね。バッグが重いな。あ、そう、そこでね、ヨガマットを買った覚えがあります。はい、ロイヤルですね。ジーンズショップ。あ、タピオカがあるんだ。これはアクセサリーだね。あ、でもまだ全部埋まってないね。ファッションショップ、あ、でも閉まっちゃったみたいな。バブルミルクティー、子供の遊び。こういうところもあるかな。これはパン屋さん。あ、まあカフェ。子供がここで遊んで、親があそこでくつろぐと見てると、こう、そういうところですかね。あ、やっぱりまだ全部入ってないね。入って。ファッションと言いながら、なんかベーカリーだけど、あ、ここの支店なんだね。これは何？あ、なんだ、トイレだ。ミンベイビーファッション。あ、でも潰れちゃったんだろうね、多分ね。はい、これがショッピングセンターです。はい。多分あの子エスカレーター初めてなんだね。だからちょっと怖がってる感じですかね。一回降りてきました。こちらファッション、ファッションですね。やっぱ洋服屋さんが多いよね。
ショッピングセンターでした。あれは何だろう。あ、結婚式でもやってんのかな。見てみようか。あ、誰かの結婚式だ。食べるとか言われたけど、いや、いいって。なんだろうこれ。ドネーション、ウェディング、ウェディング、ドネーション。まあいいや。なんだろうね、ドネーションでもないし、多分ウェディングかなんかだと思うんだけど、まあいいや。こっちが表側ですね。はい、DDPC ショッピングセンターでございました。まあ何か、なんだ、なんだろうな、買い物、があるんでしたら、お越しください。スーパーマーケットがあるからね。スーパーマーケットがあるから、そこで、まあ、食料品中心ですけどね、手に入ると思いますね。はい、いやさっきね、買い物してたらね、後ろのやつがさっきこうして横入りをしようとしてきた視野が開いてまして、あのクソ女ね。で、もう俺の番だってドーンと置いて、ふざけんな、ボクボケみたいな感じで、やりました。女はムッとしてましたけど、何を言うとんねんボケって感じですよね。はい、そういうのはね、やっぱりね、きちんと意思表示をしなきゃいけませんからね。はい、舐められてはいけません。はい、ね、いやー、ほんとね、順番守んないよね、どこの国の人もね。そんなわかるじゃないですかね、そういうね、当たり前のこのなんていうんですか、ことがね、なかなかできんのですよね。なかなかされない、それがねやっぱり海外というものですよね。はい、まあ、ちょっとイラッとしたことですかね。はい、今から今ね、もう真っ暗なんですけど、ゲストハウスの方に向かってます。もうほぼついているようなもんですね。あとそうですね、5分10分ぐらいで、着きます。はいはい、昨日泊まったところと一緒です。はい、昨日、おととい泊まったところと一緒ですね。はい、なかなかいいゲストハウスだと思いますよ。あ、口がドリアン臭い。さっきね、ドリアンのねアイスを食べました。なのでね、ちょっとね、ドリアン臭いですね。匂いがします。はい、あ、そういえば皆さんどうですか、ドリアン食べられますか、ね。ドリアンたまに食べると美味しいなって思いますね。はい、毎日はちょっときついですけど、はい、ね、日本の方はねあんまりドリアン好きではないと思いますけれども、私も食べられなかった口です。なんだこれ、なんだ、なんか腐ってんのかって、こんなのうまいと思うのかこいつらみたいに思いましたけど、今ではね、まあそこそこ食べられますよ。はい、なんていうのかな、ウィンカーが出しっぱなしでした。めちゃめちゃ好きっていうわけじゃないんですけど、そうですね、食べられるようになりました。はい、たまに食べたいなっていうふうに思いますね。はい、ね、3回食べるとね、食べられるようになるっていうふうに、まあ、美味しく感じるっていうふうに言うんですけど、
よく言われるんですけど、3回はちょっと少ないかな。あ、結婚式やってる。結婚式ちょっと U ターンして撮ってってみる、撮ってみる撮ってみようか。ドリアンね、本当に5回ぐらい食べるとね、食べられるようになりますよ。はい、なので我慢して食べてみてくださいね。はい、まあ美味しく感じるかと言われればあれですけど、5回食べれば多分食べられるようになりますね。はい、ミャンマーの結婚式、結婚式ですよ、ね、お前は誰だって感じで思われるかもしれませんが、まあまあまあそんなことは知ったことはございませんって感じですよね。あー帰っちゃった、はい、ミャンマーの結婚式。あーでもミャンマーの結婚式もこんな風になるんだね、やるようになったんだね。あーまあウェディングドレスも着るんだ。まあお金持ちしかできないよね、これはね。だと思います。はい、結婚式できた。ウェディングドレスの結婚式はね、本当に珍しいですよ。多分あの人たちはお金持ちです。はい、じゃないとできません。大体はね、ああいうホテルではなくて、パゴダでやります。パゴダでね、パゴダで、みんなが集まってきてね、で ご飯を振る舞って、っていうのが一般的なその結婚式になりますね。はい。ずけずけ入っていこうかなと思ったけど、もう帰りたい。めんどくさいと思って。あんな別にね、ウェディングドレスよりもね、ミャンマーの、結婚式の衣装着てたら入ってたかもしれませんね。はい。ウェディングドレスだったら別にいいやって感じですかね。はい。はい。ちょっと地図を確認します。この辺をね、左に曲がんなきゃいけないんですよね。はい。あ、ここもナイトマーケットなんだ。知らなかった。いやでもね、ほんとね、綺麗。やべえわ、街が綺麗。ゴミがあんまり落ちてない、うん。やっぱり日本政府が支援してるからなのかもしれませんね。はい。まあ、落ちてるは落ちてますよ。でも、ね、モアラミアニとかと比べると、全然、落ちてないですかね。ここはマーケットですね。マーケット。ナイトマーケットっていうよりも、その市場。市場の方のマーケット。野菜とかね、果物とか売られてますね。はい。だから何か買いたいときが、買いたいって言ってもあれですけど、野菜、果物を買いたいときはここに来ればいいってことかな。そうだね。ここ左に曲がったら、目的地だって、携帯電話が叫んでます。はい、で、これをまっすぐ行ったところが、ゲストハウスになります。そう考えると、あれだね、便利かもしれないね。ご飯ついてないんで、はい、うん。ご飯ついてないんですよ、あのゲストハウス。ね、だから、なんかちょっとした、なんだろう、果物とかね、食べたいときは、そこ行ってもいいのかなっていうふうに思いますね。着きました、ここです。はい、ここです。後ろからバイクが来ているので。あ、はい、着きました。あ、Thank you。